ドリーミーハー、前回の追加でプレイしていきましょう。さて、未来ちゃんが漫画を借りに、うちにやってきたというところからですね。どうぞ。ああ、青くんち久しぶり。あんまり変わってないね。そりゃね、そんなに変わるもんでもないでしょ。いや、うちは引っ越しちゃったからさ。懐かしいな。あ、そっか。ちょっと離れたよね。昔は近かったよね。今でもそんなに遠くないけど。ちょっと待ってて、漫画撮ってくるよ。あ、青くんのお部屋入ってもいい？え、ああ、いいけど、何も面白いもんないよ。うん、いいの。今はどんな風なのかなって。あん、じゃあ。うん、ついてくね。昨日掃除しておいてよかった。めちゃくちゃ綺麗だよな。お邪魔します。未来はどこどこ歩いて行ってベッドに座れ。あ、青くんの匂いがする。よくそんなことを恥ずかしげもなく言えますね、あなた。え、何？臭い？思わず肘のあたりを嗅ぐ。なんで肘なんだ。そうじゃなくて、いい匂い。何それ。ファブリッシュしとこ。うわ、ダメ。ベッドに向けて消臭剤を構えると、横から未来に阻止された。嘘嘘、無味無臭だから。味味したら困るよ。まあいいや、ちょっと待ってて、漫画詰めるから。あ、うん。俺はバッグを取り出して本棚の前にかがむ。未来はどうすんだろう。それは受験生だからね。何巻から読んでないんだっけ。ライセンス試験が終わって、最初のゴールドを半年に行くところかな。ハンター試験って名前だけは俺知ってんだけどな。じゃあ、ゴールドが何かも分かってないか。え、黄金じゃないの。さあ、言えないな。気になる。ま、読んでたら分かるよ。そっか。最近も漫画買ってるの？最近俺大体あれだな、電子書籍だな。だから貸せないんだよな。いや、最近はお母さんがうるさくてさ、受験だからって。あ、そうなんだ。青くんママそんなに厳しいイメージなかったけど。そうかな、学歴コンプレックスなんだよあの人。自分が大学行けてないからさ、絶対にいい大学に行けっていうの。あー、まあ親心っちゃ親心なんだろうけどな。そっか、それで青くん勉強頑張ってるんだ。まあそうしないとぐちぐち言われちゃうからね。ごめん、大変なのに漫画なんか借りに来ちゃって。あ、いや全然そんなんじゃ。そんなことで距離を取られたくない。漫画を貸すくらいなら大丈夫だよ。お母さん、未来のこと気に入ってるみたいだし。そうなの？うん。一昨日も一緒に帰ってるの見られたらしくて、彼女できたの？なんて聞いてきてさ。あれ未来だよって答えたら、ついに未来ちゃんと？なんて言ってて。ついに？ああ、ごめん。あの人、俺たちのこと、まだ子供だと思ってるんだよ。どってなんだ。どういう意味？どういう意味だ。高校生だもんね。出会ってますか？うん。会ってたのかどうかまではわからなかったけど、いつの間にか妙な色気を身につけていた彼女は、明らかにもう子供なんかではなかった。色気？外に出て、漫画の入った紙袋を未来に手渡す。ありがとう。返すのはいつもいいから。うん。読み終わったら感想を送るね。それ読み終わったら話すこといっぱいあると思うよ。ほんと？楽しみ。じゃあ、未来ちゃん。おっと。あ、
おかえりなさい。母さん？久しぶりね。大きくなっちゃって。お久しぶりです。いい感じにまっすぐ育ったわね。まあママがああならこうなるか。あんなにおっとりしてないです。いやしてるだろ。もっとしてんのか。確かに。あ、そうだ、ちょうどいいところに。ん？ミラちゃん、折り入って相談があるんだけど。お母さん思い出したように手を打ってカバンに手を突っ込んだ。まもなくしてお母さんがまじまじとこちらを眺めてくる。あのね。そして未来に何か耳打ちをし始めた。え、何？どう？都合のいい時だけでいいから。え、いいですけど、青くんは。大丈夫よ。また耳打ち。一体何なんだ。そうかな。そうそう、 OK してくれたら私も助かるんだけど。一緒に勉強してやってくれとかそういう話かな。じゃあ、わかりました。ほんと？ありがとう、助かるわ。でも、なんで内緒話？そりゃあ。ああ。一体何を企んでるんだ？じゃあ、これ。そしてお母さんは未来にこそっと何かを手を。なるほどね。わかった。朝起こしに来てくれ、つって、合鍵渡そうとしてんのかな。本当に何？内緒。あんたに話すとややこしくなるから。何なの？大丈夫。損する話じゃないわよ。ね。うん。青くんには大事なことかも。え？大丈夫、大丈夫。そのうちわかるって。怖い。うん。てか、未来ちゃん、送っていこうか？大丈夫。すぐそこだから。そう。じゃあ気をつけてね。うん。青くんも。また明日ね。うん。気をつけて。よくわからないまま笑顔を向けられて、首をかしげながら彼女を見送った。何言ったの？言うわけないでしょ。サプライズよ。え？何が起きるって言うんだ？この母親本当にわからんな。まあ自分が良しとすることを第一に考えちゃう人なんだっていうことなんだろうけどな。青くん。でしょうね。青くん。未来。青くん。おはよう。未来、なんでここに。でしょうね。思わず飛び起きる。昨日、青くんママから頼まれて、青くんを起こしてほしいって。え？昨日のあれはこれか。いいんだよ、あの人の言うことは付き合わなくて。未来も部活とかあるんだし迷惑でしょ。さすがに物申してくれ。未来を巻き込んだことと突然の恥ずかしさに少し腹が立ってきて、俺は部屋を出ようとする。青くんママ、もう出かけたよ。え？振り返って時計を見る。いつもならまだ時間、家にいる時間だ。私に青くんを任せられたから、出たい時間に出られたんじゃないかな。仕事人間。俺は怒りの矛先をスマホに向けて、母に向かって、向けてトークを打つ。どうして未来がうちに巻き込むのは迷惑だと思う。まあまあ、そんなに怒らなくても、私も承諾したんだし。でも迷惑でしょ。いつもより早く起きなきゃいけないだろうし。それに恥ずかしいし。うんうん、そんなことないよ。私割と早起きなんだ。うん、勝負しようか。俺4時だよ。これはもしかして絶対引かないモード？電話でいいよ。青くん、電話なんかじゃ起きないでしょ。まあモーニングコールで起きるんだったら目覚ましで起きるわな。それにさ、青くんママが言うように内心も大事だよ。そのワードは刺さるくらいやめて。いつも言われてるんだ。毎日のように言われてるよ。内心とか受験とか。あ、遅くなっちゃうから話はご飯食べながらにしよう。ああ、そうだね。待って、一緒にご飯食べるの？ううん、私は家で食べてきたよ。
え、じゃあ未来はもう学校行っていいんじゃない？そうだけど、せっかくだし一緒に行こうよ。あ、はい。これじゃ付き合ってる以上の何かみたいだ。二度寝しそうだし。さすがに今からは無理だよ。もしくは監視員。こんな経験学生時代になかったな。相変わらず朝弱いんだね。誰かと一緒に学校に行くっていう経験すらないかもしれん。小学校は集団登校だったからあれだったけど、相変わらず？青くん昔からそうだったよね。そうだっけ？そうだよ、よく寝てたよ。本当に夏休みに遊ぶ約束してもさ、家に来たら普通に寝てるとかあったじゃない？最悪だな。それに一時期は心配になるくらい。それは大げさでしょう。うん、結果的にはそうだったね。誇張表現に笑いながら食パンとトースターに突っ込む。食パンとじゃない、食パンをトースターに突っ込む。何？それだけ？え？朝ごはんそれだけ？え？ああそうだ、思い出して冷蔵庫からバターを取り出す。バター出しておかないとね。そういう話じゃないと思うけど、室温で少し溶かしておかないと。え？え？それだけ？何が？だから朝ごはん。そうだけど。じゃあもう一枚。トーストじゃなくて何もかも足りないよ。何が？栄養素。栄養素、センター試験に出るかな。タンタンミン。タンタン麺。炭水化物、タンパク質、ビタミンだよ。あ、タンタンミンって言うのそれ。バタートーストじゃ炭水化物と脂質がちょっとしかないから。タンミンが足りないってこと？未来はせかせかと歩いて冷蔵庫の前で立ち止まる。失礼します。両手合わせたかと思うと冷蔵庫の扉をガバッと開けた。何かないかな。そんなドラえもんみたいな。覚えてる、彼女がひとたび正しいと思った時のこの強引さ、しなやかなようでしっかりと芯のある感じ。本当はお味噌汁がいいんだけど。トーストに味噌汁だよね。未来は遠慮なく冷蔵庫から冷凍庫へ移る。よくもまあ人んちの冷蔵庫を躊躇なく、いや人っていうほど遠くないか。言っても幼馴染、それも家族ぐるみの付き合いだったけどし。お野菜あるね、少しばかりお借りして。青くママには後で断っておくから。その辺は気にしないと思うけど。親しき中にも礼儀あり。お台所お借りします。ああ、はい。言うなり、未来は野菜を洗い始めた。礼儀さえあれば強引でもいいのか。未来の姿勢には学ぶべきものがあるかもしれない。時間なくなっちゃうから、青くんは先にトースト食べてて。うん、はい。ありがとう。未来に促されて席に着くとトーストが皿に乗って出てきた。あれ、俺結婚してた？お塩と胡椒どこ？ああその戸だな。すぐサラダもできるから。結婚した？レモン酢、レモン酢。レモン酢ないと思うけど。少なくともうちにはねえぞ。トーストをかじる後ろで未来がパタパタとサラダ作りに勤しんでくれている。未来と結婚したらこんな感じなのか。はい、サラダです。お、ありがとう。もうドレッシングかかってるから、簡単なものだけど。すごくない？いただきます。小皿の中にはレタス、トマト、キュウリのベーシック構成。あー全部嫌いだ。全部嫌いだっていうか、レタスはまあいけるけど、トマトとキュウリ本当にダメなんだよな俺。うまっ。よかった。何かかってんの俺？塩、胡椒、オリーブオイル、レモン酢だけ？だけ。時間あればもうちょっと来れたんだけど。お店じゃん。すごく簡単なんだよ。
市販のものより体にもいいし。俺ジョジョ園のさ、あのタレかけて食うの好きなんだよね野菜に。絶対体に良くないけど。どこで身につけたの？それは内緒。え？内緒にする意味どこ？で、あ、ん？どうしたの？時間。ああ！もう出ないといけない時間だ。青く行かなきゃ。いやでも、せっかく未来が作ってくれたサラダか。私が来て結果的に遅刻してたら面目立たないよ。気合でサラダの残りをすべて口に押し込み、立ち上がりながらリュックを持つ。サラダ全部食べたの？もう喉を詰まらせないように走らないと。行くよ。もう新婚じゃん。それから昔みたいな関係に戻るのにはそう時間がかからなかった。途中でつまずいていたとはいえ、やはり幼馴染なんだ。母親に仕向けられたような気もするけど、それでも未来が俺を起こしに来るのは、関係改善にかなり効果があった。そして、未来が初めて起こしに来てから2週間。2017年初夏。ここで一旦区切ろうか。いやー、羨ましさがすごい込み上げてくるなそれではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。